スペースモンキーズ TV。 ウェルカム生産月曜日、さあ元気ですね、今日も2日目、神秘の湖です。釣れた次の日は元気を去ると申します。今日なんですけど、神秘の湖2日目ということで、前回の動画釣れました。今日はですね、釣り仲間のね、テラ君に来てもらってます。どうぞ。どうもお願いします。お願いします。サクラマスでは、はい、優勝にしましたね。そのサクラマスを釣ったので興奮して、私ビッグベッドロットを置いてきたというエピソードがツイッターで報告済みです。その季節は、関係者各位視聴者様に多大なる迷惑をおかけしまして、笑ってる場合じゃないんですけど、本当にすいませんでした。じゃあまあいいんですけど、今日ね、テラ君に来てもらいまして、まあ、ここチンピの水に連れてるというところでやってきまして、今日を釣っていただくという、そんな企画になっています。お願いします。どうやら、ね、釣る方法は分かりましたんで、テラ君本当に釣り仲間ということでですね、視聴者代表として、今日はやってもらうところなんですけど、なんとここでテラ君がね、なんとね、バスを釣ることができたので、テラ君準レギュラーに、ね、昇格するといった、そんな企画になってますので、よろしくお願いします。お願いします。まあ、釣れなかったら、まあ、まあ次はカメラ外の外からドヤ入れるぐらいになっちゃうっていう感じなんですけどね。まあ、とりあえずやっていきましょう。結構いい状態になってる。で、1日挟んだんですけど、昨日めっちゃ人来てたって。釣れちゃったけんじゃねえの。ちょっと高そうですね。ってところでね、釣れるね、裏技をつくね、今回リグりましたんで、これで釣っていただくという感じになります。それでは行ってみましょう。レッツゴー。今日ね、絶対的に俺が坊主のお金にするリグとして紹介したいのが、これね、脳進化で、これショックリーダーナイロンの7ポンドで PE が 0.6、 まあ P ラインの P ラインを巻いたスピニングのタックルなんですけど、俺がよく坊主のお金のね、リグとして使うのはこの OSP の HP シャッテル2インチ。これはもう知ってるでしょ、俺がよく2インチ使うって、ね、知ってます。これをですね、オフセットフックにつけるんですけど、これね、持ってきてほしいのはこのテグス状になってる糸重り。これは僕に特に、ね、重さは特になしです。とにかくね、細ければ細い方がいいし、太ければ太い方がいい、何でもいいっす。これをね、大体小指のね、第1第2関節ぐらいの長さにカットします。手でちぎれるから、こうやってプチって。でこれをフック、これね、ちょうどこの HP シャッテル2インチにぴったり合うフックに、これにね巻きつけて、糸重りウェイテッドっていうリグにするんですよ。これをするとね、 HP シャッテル2インチのね、動きがね、格段に良くなる。マジでいいスイム姿勢を作るし、さらに飛ぶ。もうね、これはね、完全どこのフィールドでも釣れるアイテム。まあもう動画見てるから知ってるでしょ。HP シャッテル2インチなんつってよくやってたじゃないですか、富士山と一緒にの池とか。あれの時はダウンショットだったけど、このウェイテッドはね、ほんとスレッカラシフィールド、こんな感じに作ってね、スレッカラシフィールドないし、クリアレイク、どうしても1本取って帰りたいっていう時にはこれがいいっす。ちなみにルアーを入れる前にこの重りを巻くとルアーがつかないので注意してください。今気づきました。でね、これやっぱり他のそのワーミングと違ってさ、巻きのウェイトリグだからさ、こうただただネチネチしなくて楽しいでしょ、やってて。キャストも割と小さいけどしっかり飛ぶし、で巻きで釣るっていう楽しみもあるし、いきなり来るからね。さあ無言でやってます。いいですか、テラ君、トークも鍛えなきゃダメですよ。トークもトークも ね、 そうですね。スイム姿勢がね、このね、糸重りをつけることによって格段に違うんですよ。このぐらい、もちろん脳進化でも全然問題ないけどね。もう一回いきましょうか。糸重りをつけることによってこうまでスイム姿勢が違う。でよく飛びますからね。こんな感じです。おお、錦鯉が2匹いる。ここにあの赤い錦鯉、こっちに白い錦鯉がいるね。新しいやつ見つけた。あの錦鯉釣ったらやばいですよ。ある意味神回ですよ。大丈夫、ポイズングロリアスは折れない。確実に取れるタックルでいきましょう。 HP シャッテル2インチ、糸重りウェイテッドなんですけど、こんな感じでセットしました。これはテラ君のタックルです。ポイズングロリアスバンキッシュ、すっげえ軽いね。おい、久しぶりにこんないいタックルを持ったよ。すげえな。ちょっとやらせてもらっていいですか。ハウトゥーしていきます。で、狙う場所なんですけど、こっちの方が結構遠浅の
ブレイクになってて、ここのね岸沿いを狙います。風がちょうどここに当たって小さいワカサギとかオイカが寄るんで、それを岸沿いの浅いところで食ってるバスを狙ってくる。でサイズはそんなに望めないけど、間違いなく坊主逃れはできる。いきますよ。飛ぶねー。ポイズングロリアスとバンキッシュの組み合わせすげえ。こんな軽いんだ。マジで軽い。軽いねー。ね、ピッて投げれるもんね。しかもちょうどおかっぱりから使いやすい長さだね。ただ昨日の冷え込みの人たちは参っただろうね。これ本当にバスいんのかよってレベルだと思うよ。なんか想像つくな。俺が来た時はあったかすぎて良すぎたもんな。本当に。ちょっとね、今日も冷え込んでる。やっぱ俺がやった時より、そんなに、あれだね、魚見えないね。うん、見えない。けどまあそこまでね、そこまで大きくは影響ないと思うよ。一回上がった水位はなかなか下がりにくいからね。あそこで沖でバシャン出るのは多分ね、ヘラボールたちの群れだと思う。でも大体今ボシャンになったじゃん。あのぐらいからボイルで仕掛けてくるから、こっちまで。岸まで来るから。ちょこ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 つって。起きるときは。ちょっと岸寄りもプラスそうなんだけど、沖も時々投げて様子見る。うん。コンタクトしてくれるバスがいたら、多分、スーッと追ってきて食うから、パクッつって。何の疑いもなしに。で、あとここね。今ここの、岬の先は結構バスが回遊して追い込むところだから、ここを要チェック。あんまり近づかないでやった方がいい。かわいらしいワカサギが。わー、今食った。見えた今、食ったの。今食ったー。もわって食いに来たよ。もわって。ほら食った。ほら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 、行ったでしょ。ね。ちっちゃいけど。可愛らしいけど一本。確実に釣れる釣り方。これね、言ったでしょ。これ大丈夫。まあ小さいけど、やっぱそこいるね。うん、いる。小さいけど勇敢なバス。こんな感じ。坊主逃れの一歩。これをテラ君にやってもらいます。頑張ります。釣れたら準レギュラーです。よーし。さあ、小さいのを釣りまして、テラ君にもやってもらってるんですけど、もう一個のパターンとしてはここ。今対岸でやってたんですけど、こっち側。上に木があってカバーを形成しているところなんですけど、ここが結構ブレイクが深い。そこの深いブレイクに石が点在して、そこにビッグベイトを当て込むパターンも釣れる一つのパターン。ちょっと実践してみますね。使うのはフー155。これいきます。さてと、ゴリ巻きパターンで結構ウェイト乗っけちゃって、ちょっとねスローシンキングっぽくしてます。なんで投げた後に割と沈ませてこう当て込んでもいいかもね。リップがついてるんで回避できるっていうところで、これはいいかなと思う。よし、じゃあやっていくか。そんなに遠くに投げなくて多分いいと思う。グリ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 って巻いて、もっと沈めてもいいかな。で当て込んでのデッドウォーク、石に当て込んでトン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 。なぜこっかっていうとね、ここカバーになってて、オイカワはここのラインにいて、でワカサギがちょっと大きめで餌を食ってたり、あとは、産卵のために集団でいる。で夕間詰めになってくるとこのラインでボイルする。でワカサギを沖から追ってきて食うパターンと、もともといるここにいるオイカワを追い込んで食うパターンの2パターンがある。なんでこの時間は先にそこにスタンバってるであろう石のところにルアーを通して迎えに行く。結構自分がこれで釣ってるパターンだから実績は高い。でちょっと沈めます。ちょい沈めて、いきなり出てくるんでちょっとね、ぶっちゃけねドラグ軽くしといた方がいいと思う。うん、突っ
コニガニ強い可能性がある。で今12ポンドのフロロラインでやってるんですよ。ビッグベイトタックルで本当やった方がいいんだけど、ギリギリかな。ここの深いところ手前にも岩あるからね、ちょっとねサイトっぽくなるんで、落として波紋が消えたあたりから始めます。追ってきたりしたらそれがヒントになるんで、沈ませて今これでボトムだね。そんなにね長いキャストいらないっすよ。おお、ボイルしてるな、ボイルしてるな、こっちに来てる、ボイルだね今のね、今こっちに来たわ、これボイルだ、ボイル、今ボイルだね、今ボイルだと思う、こっちに来てた、こっちに来たわ。今そこの岩んとこでボイルした。今のはなんか小魚が跳ねた後にこっちに来た、こっちに俺の方に向かってきた、バーって。で俺が立ってたからバーってターンしちゃったけど、今ボイルだわ。ここ熱いわ、やっぱこの岩のところだ。そこの岩の上まで追ってきててボイルしたよ、こっちに向かって。なんか今動いた、全然見てなかったけど、違うよね、見てなかった、今ボチャって投げたところでボチャってなった気が しないでもないけど、気のせいか。いきます、来ちゃったこの木、この木怖え。ちょっと沈めるよ、沈めて石にコンタクトさせていく。割と人間からは見えないけど、バスから絶対にこの存在感は分かってる、見えてると思う。グリグリと強く巻いてから岩付近だったりとか。おお、食った、よっしゃ、一撃ですよ、一撃ですよ、やっぱいた、待って待って待って、飛ぶなよ。おお、食った、よっしゃ、一撃ですよ、一撃ですよ、やっぱいた、待って待って待って、飛ぶなよ。一撃だ、一撃だ、いたいたいた、ああバレちゃった、いたいたいた、ああバレちゃった、マジか、やっちゃったよ、食うところまで見えましたよ、やっちゃったよ。なんでかってさ、ちょっとさ寝掛かりとか怖いからさ、俺ドラグをさよくしといたの、したらやっぱ気合が足らんかったみたいやってしまった、でかいやつ、ちょっと待って、やっちゃったよ、やった方が良かった。いや今のちょっとビビったね、ちょっとでかすぎてビビりました俺も見てるのより全然でかかった、でかかったここに来て分かったね、うわーってでかかった。マジかー、もうねえよ、やっちゃった、やってしまった、やっちまった、久しぶりにバラしたんちゃう、俺久しぶりにバラした、この釣れた時のボルテージとバラした時のこの急転直下に下がるテンション半端ねえ、耐えれねえさあやってきましたけど、寺さん、はい、バラしましたね、あなたバラしましたね俺ですか、そう、僕がバラしましたすいません、久しぶりにバラかしたバラかしたということでですね、やらかしたとバラしたが重なってバラかしたという新しい言葉ができなりました。ということでですね、とりあえず、前半戦終了しまして、月があるでは、再殺があるならば、次回に続くという形で今回締めさせていただきます。ということで一旦、終了、次回またちょっと場所を違うところにしてかもわかりませんが、あると思う時はあると思います。バラかした、バラかしましたね、よいしょ、前半戦終了。